おさくの話、小川未明。おさくは貧しい家に生まれましたから、小学校を卒業すると、すぐに奉公に出なければなりませんでした。なあに、私がいいところへ世話をしてやる。と、 植木屋のおじいさんは言いました彼女の父親はとうに死んでしまって哀れな母親と暮らしてきましたおじいさんは親切な人であって何かに二人を気にかけてくれたのであります工場へ行くよりか夜は勉強でもさしてくださる どこか親切のおうちがいいと、おじいさんは心配していてくださるのだから、見つかってそのおうちへ行ったら、よく言いつけを守って、働かなければならないよ。と、お母さんは言いました。お母さん、きっとよく働きます。どうか、 心配なさらんでください」とおさくは目にいっぱい涙をためて答えました「はああお前がその決心ならお母さんは心配しません」こう母親は言ったもののこれまで長い間二人はむつまじく 朝晩顔を見合って暮らしてきたのに、この後は別々に生活しなければならぬと知ると、なんとなく寂しくなりました。しかし、どうせ娘は、一度は世の中に出なければならない運命であると考えると、こんなに気を弱くしては仕方がないと、強いて元気を作っていました。 それから、間のないことであります。おさくちゃんの行く、いいところが見つかったぞ。と言って、おじいさんは、ある日の晩方、機嫌よく、外から入ってきました。まあ、おじいさん、それは、どうもありがとうございます。と、 母親は行っておじいさんを迎えましたがうれしいうちにもいよいよかわいい娘に別れなければならぬ日が来たかと思うと悲しさが胸いっぱいになりましたしかしそれを押さえつけて顔に表すまえとして母親はニコニコ笑いながら 本当にいろいろ心配くださいましてすみません。と言っておじいさんの話に耳を傾けたのです。おさくは黙って母親と並んで座り自分の世話されてゆくところはどんなところだろう。自分みたいなものに努まるかしらん。 なんとなくうれしいような悲しいような気持ちを抱いて目を輝かしながらおじいさんの顔を見つめていました。あちらさまはもののわかったお方だから正直に勤めさえすれば長く面倒を見てくださるに違いない。別に支度はいらない。 ほんの身の回りのものだけまとめておきなさい。明日の朝わしが迎えに来て連れて行くから。とおじいさんは年ごろに告げました。やがておじいさんは帰りました。その晩は母親と娘が名残惜しそうにおに 語り明かしたのでしたおじいさんは約束どおり朝になるとじきにやってきましたそこで面白いことを言って二人を笑わせたり元気づけたりしました1時間とかからない町の中だ たまには、ちょっとお暇をもらって、顔を見に来るがいい。さあ、支度がいいなら、出かけるとしよう。目を赤くした娘を連れて、おじいさんは出かけました。母親は一人残されて、出て行く娘の後ろ姿を見送っていました。 おじいさんはおさくをしずかな高台のもんのあるうちに連れてきましたこのやしきはおじいさんがときどきうえきのていれにくるのでありますまだなにもしらないこどもでたいしたおやくにもたちますまいがどうぞよろしくおねがいいたします 性質は正直で至ってさっぱりしていますが、少し価ち期ですから、そんなところもお含みをきくださいまして、よろしくお世話いただきと存じます。と、おじいさんはお作の方を見返って、丁寧に奥様に対して頭を下げました。 おさくもただかおをまっかにしておじいさんについてあたまをさげたのであります。いやあそういうこならわたしはすきですからせいぜいめんどうをみますよ。かえったらこのこのおかあさんによろしくいってください。とやさしそうなおくさまはいわれました。 話はこういうようにしてまとまりました。それから二月あまりも経ってからです。ある日のこと、おさくが廊下の掃除をしていると、坊ちゃんの方の部屋で電球の破裂した時のようなすさまじい音がしました。 かのじょはなんだろうとおどろいてすぐにいってみましたするとそこにはじゅうにと9つになるふたりのぼっちゃんがいておさくがあわててはいってきたのをみておかしがってわらっていましたぼっちゃまいまのは 何の音でございますかと尋ねた。地雷火が爆裂したんだ。と九つになる坊っちゃんが言いました。あの音かい伝統の玉が破れたのさ。と十二になる坊っちゃんがまことしやかに答えました。 彼女はそれらしい様子もなかったけれど目を丸くして「まあ危のございますこと」と言って辺りを見回しましたしかし別にガラスの破片が飛んでいる気はしなかったのでそうでないと分かったからそのままあちらへ行こうとしたのです おい、もう一度してみせようか二人の坊ちゃんはそう言って彼女を呼び止めました。おさくは何の音だろうと思ったので言われるままそこに立ち止まって二人の坊ちゃん方のすることを見ていました。今度は僕の番だよ。どちらの音が 大きいかやりっこをしようね。そういっておとうとのほうはポケットからみか月きがたにおりたたんだかみせいのふうせんだまをとりだしてくうきをいれるべくふきました。みるうちにふうせんだまはふくれあがってちいさなてのひらのうえにころがりました。 おさくみておいでいいかい?」といってみぎのてのひらにちからいっぱいいいれてふいにふうせんだまをたたきつぶすとさすがにすきまなくはられているだけにかみのたまはひどいおととともにさんざんにさけててのひらのうえにのこったのであります。 どうだいぼくのほうがおおきいおとがしたろとちいさなぼっちゃんはほこらしげにいいました。よーし、そんならこんどおれがするばんだよ。うえのぼっちゃんはじぶんもあたらしいふうせんだまをとりだしました。これをみておさくは 二度びっくりしたのであります。「ぼっちゃま方はこんな遊びをするばかりに新しい風船玉をいくつも買っていらしたのだろうか」。こう彼女は思うと黙って見ていられない気がしました。「ぼっちゃまおよし遊ばせ」。と彼女は言った。 なぜだいぼくたちのかってじゃないか。兄さん、お母さんといっしょにいって、ぼくたちがかってもらったんだね。ふたりのぼっちゃんは、かのじょのかんしょうをきもちよくおもいませんでした。だって、もったいないのですもの。と、おさくはいった。 二人の少年は、これまで女中などに、こんな注意がましいことを言われた経験を持っていませんでした。兄さん、僕たちが何したって、いらんお世話だね。お前、もうここにおらなくていいから、あっちへ行けよ。と、小さい坊ちゃんが言いました。 こんなものをついて遊べんから大きな音を出そうと思っていたのだよ。こんなものを破ったって何がもったいないと大きな坊っちゃんは言い訳がましく答えました。おさくは理屈を言われるともうこれに答えることができなくなって目に涙がにじみました。 もったいないことをする人はバカですわ。と言ってあちらへ去りました。ふたりの少年はたちまち顔の色が変わりました。バカだと言ったなあ。と兄が立ち上がった。生意気だね。お母さんに言いつけておやりよ。 と、弟も続いて立ち上がると、もう風船玉のことなどは忘れて、二人は廊下をかけて、彼女の行った後を追いました。日頃は女中に対して優しい、いい奥様でしたけれど、この日ばかりは恐ろしい奥様に見えました。そして、 厳格な言葉つきで、お前が本当に坊ちゃんたちにバカだなんて失礼なことを言ったなら、悪かったと言ってお謝りなさい、と言われました。おさくはうつむいて目にいっぱい涙をたたえていました。けれどどうしても、 素直に自分が悪かったと言ってわびる気になれないものがありました自分の言ったことは間違っていたろうか彼女はこんなことを頭の中で考えていました悪いと思ったら早く謝るものですよと 奥様が続けさまにやや大きな声で言われた。この時おさくの目に哀れな自分の母が下を向いて熱心に風船玉を内職に貼っている姿が浮かびました。朝早くから仕事にかかり夜遅くなるまでしても決めてある数までは 容易にできなかった。それにまだ慣れないうちはのりがよくついていないと言って問屋に持っていってから母は小言を聞かされてしをしうと帰ってきたこともありますその時の様子などが目に映ると日頃から一つの風船玉にも 貧しい人たちの波ならぬ労力がかかっていると思った自分の考えは正しいのでそれをそうとも思わぬ方がなんと言っても間違っているのだと思われたのでしたおさくはそんなことからとうとう暇を出されてしまいました あんまり五条を張るものでない。あんないいおうちをお暇なんか取らなくてもよかったのだ。と植木屋のおじいさんが言ったときに彼女はお母さんがあれほど苦心して風船玉を張っていられたのを知るだけに何の思いやりもなく叩き破るのを見るとつい我慢がしきれなくなって 失礼なことを言ったりまた考えると悔しくなってきてつい強情を通す気になったこともおじいさんに物語ったのでしたお前が言うことは本当のことだけれど強情はよくないことだ正しいことはいつか あとでわかるときがあるのだから。と、おじいさんは、おさくをさとしました。おさくは、そののちは、工場へ行って、はたらくことになりました。そして、おかあさんに、こうこうをしました。うえきやのおじいさんは、しばらくたってから、 お作の奉公したおうちへ行って、植木の手入れをしていました。その時、奥様は出てこられて、おじいさんに、あの娘はどうしました正直ないい子だったけれど、少し強情のようでしたね。と言われて、 あの娘のような考えを持つ子は正しいのです。あの後できた女中などはものを壊すと叱られないうちにこれを壊しましたから私が弁償しますというのです。買って返しさえすれば何をしてもそれで済むというああいう考えを持つ子には まことにこまったものです」とはなされたのであります。おじいさんはえんがわにこしをおろしてキセルにひをつけてふかしながら「じつはあのこのお母親が内職にふうせんだまをはっていましたので」。 と語りますと、優しい奥様はいくたびもうなずいて、目に涙をためて聞いていられました。おしまい。